ゆうた、ゆうやん、ひゅうが、あむぎり、いやまと、せーの、とびろぼうです。はい、ってことでね、今日はカイドウ、百獣のカイドウのサブ、おすすめサブ何戦かやっていきたいなと思います。いや、このカイドウね、強いんですけど、リーダースキルの条件見てください。チームの総リアリティが26以下の場合ってことで、めっちゃ厳しいんですよ。はい、ってことで、今回は低レア度のキャラ、カイドウのサブに入りそうな低レア度のキャラを優先的に紹介していきたいなと思います。はい、まずこいつですね。ボルケノドラゴン、パズドラの顔です。いや、昔の人が見たら驚くと思うんですけど、今ねこういうキャラがいるんですよ。でこいつが星2で、で7コンボ強化9個持ってると。で超覚醒スキブバインド7コンボで選べて、でスキルもかなり優秀で6ターンで、自分の攻撃力10倍のエンハンス6解除火に変換っていうね、結構優秀ですよね。はい、こいつ1人目にあげます。こいつ星2なんでね、結構編成しやすいかなと思います。はい、昔のキャラつながりでね、ドリアード、これは昔のねパンピー卵の外れ枠だったんですけど、今結構強くてですね、バインドと覚醒無効状態の全回復スキルを持ってます。あと HP30% 回復も地味に嬉しいですね。でスキブ少ねえなって思うんですけど、この回復エルジ持ってるからスキブ潜在つけてプラス3できたり、結構優秀です。こいつもね星3だから編成しやすいかなと思います。でチームに星3のキャラ、星2星3のキャラ1体でも入れられれば、あとね15余るので、レアリティが555とか446とか、結構編成の幅広がるのでおすすめです。次です。今ねパズドラ超転生系のキャラがなんか元のねレア度星6とかになってるっぽくて、こいつらもね結構入れやすいのかなって思います。おすすめのキャラで言うと前田とか、超転生前田、あこいつですね。前田とか4ターンの間強化ドロップ 50% の確率で落ちてきて、ダメージ軽減とか結構有能なスキル持って火力も出せて結構優秀かなと思います。今の未知の新星とかでは前田はねかなり適性の高いキャラです。まあただ弱点言うとするならば、カイドウが変身キャラだからこいつスキブないんすよ。そう、超覚醒で1個あるぐらいだから、スキブないキャラっていうのはまあね、あとね超転生でおすすめのキャラはハトホルとかですかね。こいつは割と他の他色にも入ってたりするんで優秀です。やっぱスキルがね消せない、覚醒無効全回復、10% グラビティ、光ドロップに変化って感じで、やっぱスキル強いしね。うん、こいつもおすすめです。次、なんか降臨ダンジョンとかでよく落ちるダークレディですね。こいつスキブ4つ持ってて、で7コン強化、闇たこ焼きって感じの火力も出せると。でスキルもドロリフでまあまあ使えるんで、どうかなって感じですかね。思った以上にキャラ少なすぎて、まあちょっと戸惑ってるんですけど、一応星4のキャラ、朝倉みなみかな。これいいですね。スキブ4つに10コン1個、チーム HP、チーム回復。で、スキルも4ターンで結構軽いですね。で、あと暗闇まで入ってると、まあまあいい感じで、持ってたらいいんじゃないですかね。しかも色も黄光で結構相性いいですね。はい、一旦ね低レア度のキャラの紹介はここまでにします。なんかね今後も低レア度のキャラ増えるらしいんで、まあ今後カイドウはさらに強くなっていくんじゃないかなと思います。でね、さっきツイッターで流れてきたんですけど、カイドウのサブにカイドウを入れてる人がいて、なんかめっちゃ強いらしいですね。カイドウ2人入れるとそれだけでレアリティ16だから、残り10で3体やりくりしないといけなくて、まあかなり編成難易度は高いと思うんだけど、2体交換して組んでみたいですね。今めっちゃ優秀なキャラ教えてもらいました。これヒロカコラボの霧島なんだけど、超覚醒にもスキブがあって、もともとのスキブが6で、回復エルジ持ってるからスキブ覚醒もつけられるんですね。だから実質スキルブーストが6たす3で9個あることになるから、こいつ1体入れとくだけでスキブ漏れるんでいいっすね。火力は出せないけどスキブ枠でいいんじゃないかなってことでした。今回のワンピースコラボのキャラクターが大半がね星6で、であと結構ダブル吸収無効ものキャラ多かったから、まあ、波とかいいと思います。火力は出せないけどね。うん、でもスキルダブル吸収無効あるし、しかもこれ3ターン継続だし結構いいんじゃないかな。もうカイドウの編成考えてたら頭痛くなってきて、もうやっぱカイドウって変身前もスキルブーストないんですよ。そう、実はスキルブーストなくて、で変身まで20ターンかかるから、いやマジで難しい。ちょっと編成考えれた人よかったらコメント欄で教えてください。もう僕の頭じゃね厳しいものがありました。ってことで、この辺でね終わりにしたいと思います。まあ、結論としては、正直今の時点でカイドウを生かしきれるキャラっていうのはかなり少ないです。なんか今後ね、低レア度のキャラが出るっていうのをプロデューサーが発言してたので、待ちましょう。はい、結論待ちましょうでした。
ただ今使いこなせないからといって交換しなくていいかって言われたらそうでもない、結構いい性能してるので、もう迷ってる方は交換するのをおすすめします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でよろしくお願いします。